本生自動車は世界一の高品質高性能となってほとんど故障などしないのです。だから世界中に洪水のように輸出されているのです。ところがこれら輸出先の国々では日本のような馬鹿げた車検などしている国はありません。それでも故障などしないで正常に走っているのです。ではなぜ日本だけが2年ごとにこんなにお金をかけなければならないシステムになっているのでしょうか。それは業界と運輸省がグルになってユーザーから金を巻き上げよう、車検を講じずに新車と代替えさせようという魂胆なのであります。そのために車検整備は安全の先取りだなどと宣伝しておりますが、とんでもない話で、今の精密な自動車を故障もしていないのに運輸省の言う通りにバカ真面目に車検制度などと称していじくり回しなどしたら危険の先取りなのであります。私が10年前にユーザー車検の本を出した時には、整備事業者の団体がユーザー車検なんかやられたら飯の食い上げだと大騒ぎしましたが、私はその時点で日本の自動車メーカーが自主的に車検制度撤廃の方向へ持っていってくれるものと期待しておりました。ところがその後一向に車検制度見直しの気配はないばかりか、車検制度撤廃を主張している私に対し悪どいばかりの妨害をしているのであります。私は外車の輸入をしているからよく分かっておりますが、今の日本製の自動車はその品質においてベンツ、BMW などはすでに10年も前に追い越してしまっているのです。こんなに高品質の車を作っていながらユーザーを騙して車検のために何万円も踏んだくっている、日本の自動車メーカーに一遍でも良心があるならば、自動車工業会の名前で運輸省に行って、もうこんな車検は必要ありません、制度を改めてくださいと言うべきでありましょう。いつまでもユーザーいじめをしていると必ずその報いは来るものです。ぜひ考え直してもらいたいものです。次に車検の時に取られる重量税ですが、これはおかしな税金です。マイカーは何万台何万台何百万台走っても道路は壊れません。しかし重量物運搬の大型トラックが道路を壊しながら走っているのです。ですから重量税などを取るならば重量物運搬の大型トラックからだけ取るべきでありましょう。乗用車から重量税など取るべきではありません。またこれも車検の時に取られる自賠責保険ですが、皆さん考えてみてください。車が勝手に走って事故を起こすわけじゃないでしょう。人が運転して走るから事故が起きるのでしょう。そうしたら自賠責保険は車にではなくて運転免許証にかけるのが当然じゃないでしょうか。そして運転免許証は警察公安委員会が出すのではなくて損害保険会社が出すようにすればいいのです。そうすれば安全運転のドライバーなどはぐっと安い掛け金で済むようになります。我が国では年間1万人からの交通事故死者が出ておりますが、私に言わせればこの交通事故の仕掛け人は警察であり公安委員会であります。彼らは運転免許証を発行しておきながら、そのドライバーが死亡事故を起こしても誰も責任を取らないではありませんか。その無責任体質がこのような大量交通事故死者を出しているのです。運転免許証発行を民営化すれば年間交通事故死者は1000人以下に減ります。間違いありません。私どもドライバーが腹が立つことの一つにネズミ捕りがあります。事故なんか起きそうもない、思わず気持ちよく飛ばしたくなるような広い一直線の道路を選んで物陰に隠れてネズミ捕りをやる、なんか警察の予算が足りなくなるとやるそうですが、こんな姑息なやり方ってありますか。ドイツでこんなことをやったらたちまちあでーあでーに噛みつかれます。
取り締まりなら堂々とパトカーでやるべきでありましょう。そもそも一般道路の速度規制そのものがおかしいのであります。今の車の性能から考えたら、私は一般道路で70キロ、高速道路で140キロがくらいが適当と思うのであります。だいたい考えてごらんなさい。事故を起こす人間は40キロが30キロでも起こすのです。一体誰がこんな人間に免許証を出したのですか。警察でしょう。自分でこんな欠陥人間に免許証を出しておきながら、事故が起きたからといってまともなドライバーをネズミ捕りで捕まえて罰金だ免停だ、こんなバカな話がありますか。 JAF が発足したのは車検制度のスタートと同じ年の昭和26年です。この時は自動車税しかなかったのに、自賠責ができればはい、重量税ができればはい、取得税ができればはい、まるっきりお上の言いなりじゃありませんか。このままでは私どもドライバーはいつまでたってもいじまれっぱなしの状態が続きます。今こそ全日本ドライバーズクラブから国会議員を出して、我々ドライバーの権利をがっちり守ろうではありませんか。そして消費税が導入された以上は、サラリーマンは原則的に所得税は無税にすべきです。少なくとも年収500万円未満のサラリーマンは、扶養家族とかなんとか関係なく全て無税とすべきです。こんなことは行政改革を本気でやれば簡単にできることです。さて、今まではドライバーの味方、消費者の味方、サラリーマンの味方はありませんでした。全日本ドライバーズクラブはドライバーの味方、消費者の味方、サラリーマンの味方として役人天国に猛烈に食い込んでいく闘志を持っております。皆さん、全日本ドライバーズクラブ、略して全ドラ、ドラ猫のドラ、ドラえもんのドラです。